HP の RAID と j a v a d を同一ラックに収めた様子ディスクアレイとは外部記憶装置の一つであり、主にサーバー用の外部記憶装置である。ストレージとも呼ばれる。ディスクアレイは複数の外部記憶装置を搭載し、それらで RAID を構成して信頼性の向上や性能の向上を図った装置である。一般的には外部記憶装置として ハードディスクドライブが用いられる。また、複数台の HDD を構成しているため、大容量であり大型の装置となると1台で、ペタバイトクラスのデータを保存できる。小型のディスクアレイは、小規模事業者や一般家庭においても徐々に普及しつつ、ある。ディスクアレイの接続には、ダズ接続、三接続、ナズ接続がある。ダズは、サーバーと1対1で接続するタイプである。 インターフェースには主にスカジーが使われる。3は複数のサーバーとディスクアレイを接続するタイプであり、このネットワークはディスクアレイ専用となる。インターフェースには主にファイバーチャネルが使われる。まずはアイスキシーやフコインターフェースを利用してインサネット上にストレージアレイネットワークを構築できるため、3と比較して比較的安価かつ管理がしやすい。ディスクアレイの種類に ジャバドがあるが、近年のジャバドは RAID 機能の有無にかかわらず、収納箱に入ったディスクを示している。ありがとうございます。